無事だったか。 父上、青の竜騎士殿と我が盟友のおかげであります。 彼らからもたらされた喜ぶべきいい知らせをお聞きください。なんと異端者どもの頭目氷の巫女をコートに連れ帰るとは、いやはや驚くべきことを。 異端審問官は良い顔をしないだろうが、被害を最小限にとどめることはできた。感謝するよ。蛇竜を撃ったとあれば、聖教の方々も功績を認めざるを得ないでしょうな。そういうことだ。 問題は、フレースベルグとの開港で明るみとなった粒子戦争の発端とその顛末でしょう。イシュガルド建国神話を根底から覆す事実をどうするのか。かつて人と竜とが共に生きた時代があり、人の欲と裏切りが争いを引き起こした。 我ら四大名家が貴族という立場にある理由、その点にも疑問符がつくことになりますな。蛇竜を退けし十二騎士の末裔であることは揺るぎませぬが、爵位を捨てた者たちがいたとなれば、平民もまた十二騎士の末裔ということになる。 事実、平民出身の異端者の中には、竜の血の力でドラゴンの眷属と化す者がいた。目を食らった者の末裔という動かぬ証拠となります。この真実を歴代の教皇陛下はご存知だったのだろうか。だとすれば、 罪はあまりにも重い。やはり、このままにしておくわけにはいかないな。お待ちください、アイメリック卿。教皇陛下を直接詰問なさるおつもりか。総長、それはあまりに無謀というもの。 たとえ教皇陛下が真実を知っていたとしても、認めるはずもない。逆にアイメリック卿、あなたが異端に落ちたと告発されかねない内容なのですよ。そうなれば、事実を認めたということに他ならない。長きにわたるこの戦争を真に終結させるには、 真実を白日のもとにさらさねばならぬ。見たであろう、先ほどの光景を。多くの民が戦いに疲れ、信じる者を見失っている様を。次は人同士の争いで血が流れるぞ。ドラゴン族という共通の敵を失えば、 支配する者とされる者の間での戦いが起こるだろう。イゼルが真実を知った今、どんなに聖教が否定しようとも、噂のルフは止められない。そして、 噂は不満を持つ者たちを束ねる力になる。
イシュガルドは今こそ変革しなければならないのだ。アイメリク様、ルキア殿、本当にアイメリク教を行かせてしまって良いのですか。変革すべしという彼の見解に異論はないが、何の準備もなく教皇庁に乗り込むというのはあまりに性急すぎるように思える。確かに止めるべきだったのだろうな。だが冷厳な現実主義者に見えて誰よりも改革の夢を見ている。あれこそが私が忠誠を誓うアイメリク様なのだ。私が今なすべきことはアイメリク様を止めるのではなく、あの方が歩む道を支え助けること。たとえそれが教皇庁との対立を生んだとしても。ルキア殿、まさか。国限を定め、アイメリク様が帰らぬようならイシュガルド教皇庁に突入する。なんと無謀な。一歩間違えればコート全体を敵に回すことになりかねん。私はアイメリク様にお仕えしている。生粋のイシュガルド人ではない私にとってあの方こそが主君なのです。それにアイメリク様の執事についての噂もケイラはご存知ではないのですか。くだらん。一体何の話なのです。アイメリク様は現教皇が妾に産ませた子という噂だ。イシュガルド聖教において上級聖職者の婚姻は認められていない。それは頂点に座す教皇とて例外ではないはず。教皇、トールダン7世の隠し子だというのか。無論公的には教皇に息子などいない。しかしそれがアイメリク様の人生にどれだけの暗い影を落としてきたことか。汚れたこと意味嫌われ、たとえ功績を立てようとも親の七光と蔑まれる。今の地位にたどり着けたことさえ奇跡的だ。だが今回ばかりはその血が有利に働く。いかに強硬とて実の息子を簡単には殺せないだろう。対立したとて必ず助け出すだけの時間的猶予があるはずだ。俺も行こう。俺にとってやつは誰の子であろうと共に変わりはない。それに教皇庁に立てつくのは俺の方が先達なのでな。アイメリク教は新しき世を作るにふさわしき方。このオルシュファもまた魅力ながら力を貸しましょう。オルシュファン、お前まで。父上、いい騎士とは
民と友のために戦う者。アイメリック卿はイシュガルドの民にとって必要な人材であり、我らの盟友であります。その命を救うために我らの一角獣の盾を掲げずして、栄えあるフォルタンの加盟を誇りましょうか。英雄殿まで、全く揃いも揃って向こう水な者たちだ。仕方あるまい、覚悟を決めるか。かたじけない、恩に切る。
何をこそこそ嗅ぎ回ってやがるんだ。一体どうしたんだ。なんだ小僧、俺たちの邪魔をする気か。おい、知ってるぞ、こいつらフォルタン家の屋敷に出入りしている連中だ。ははあ、なるほど、揃いも揃って貴族の犬ってことか。俺たちを異端者の仲間だって密告するつもりだな。私たちはイシュガルドの民のことを思ってここに来た。必要とあらば押し通させてもらう。貴族の犬っころが吠えてるんじゃねえぞ。待ちな、女とガキ相手にイキり立ってんじゃないよ。ヒルダ。あんたらじゃその貴族の犬っころってやつに指一本触れられやしないだろうさ。噂の英雄様ってのが私たちに何の用なのか話くらい聞いてやろうじゃないか。なるほどね。ニーズヘッグのやつは倒れ、あんたらは教皇庁の坊主どもが何百年も必死に隠してきた秘密を知ったと。どういうこった。俺にはさっぱりわからねえよ。バカだね。貴族どもが貴族だって顔してられるのは建国十二騎士の子孫だって伝承があるからさ。
でも実は貴族だけじゃなく平民も十二騎士の血を引いてるって秘密をこの馬鹿正直な英雄様が掴んじまった。そして神殿騎士団総長のアイメリクがこれを教皇様に突きつけようとしている。そんなことを教皇が認めるわけねえじゃねえか。アイメリクの狙いはそこだろうさ。奴が異端認定されればそれこそ秘密が真実だと公言しているようなものだからね。これを知って我々はアイメリク教を見殺しにはできない。彼こそこれからのイシュガルドに必要な人物だ。あんたらも本当にお人よしだね。異邦人のくせして命を駆け寄ってんだから。で、私たちに何をしろっていうのさ。アイメリク教がこのまま戻らぬようなら我々は教皇庁へ突入する。あなたたちにはその護衛を頼みたい。何事だい。臭い、臭いぞ。ドブネズミの匂いがプンプンしやがる。おや、強行芸家に歯向かう汚いドブネズミの親玉を探しに来たらポルタン家の客人様までいるじゃない。ああ、なるほど。謀反の密談をしてたってわけね。だからあれほどドブみたいな貧民街なんて早く焼き払うべきだって言ったのよ。どっちがドブネズミだい。貴族って割には随分と汚い面じゃないか。もうこれだからバカは嫌いなのよね。頭が悪すぎてすぐ切れちゃうんだから。ほらほら、そんなにやりたいなら相手してあげるから表に出なさいな。死にたくなるほどしてあげるからさ。
見ていい我が友よ。輝け我が剣。さすがに英雄の名は伊達じゃないってわけかい。いや、そこで何をしている。取り逃がしちまったか。いや、逃げてくれて助かった。この場で戦いを続けていたら無関係の者にも被害が出ていただろう。やはりここにも蒼天騎士団が来ていたか。では、神殿騎士団の本部にも。蒼天騎士のグリノーが来た。異端疑惑により神殿騎士団総長を拘束したと宣言しにな。なるほど。先ほどの蒼天騎士が神殿騎士たちを率いていた理由はそれか。アイメリク様に対して忠誠心の厚い者は未だに私の指揮下で陽動のため動いてくれている。だが、もとよりアイメリク様の出世を快く思っていなかった半数ほどの騎士が蒼天騎士団に従い教皇庁に向かった。守りを固めに入ったところを見ると、あんたたちの殴り込みは宣告承知ってところだろうね。お前が抵抗組織のリーダーか。そうだ、私の名はヒルだ。さっきからそこの坊ちゃんに熱烈に口説かれてたところさ。これがまた情熱的だね。ちょっと心が揺れていたところさ。にしてもあんたら
本気みたいじゃないか。ちょうどこのクソったれな国にも飽き飽きしてたところだからね。国が変わる境目ってんなら、私たちも参加させてもらうよ。